どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回の動画はですね、さあ皆さん気持ちよくウクレレでいろんな音楽をやっていられおられると思うんですけれども、よくあるじゃないですか、8ビートのチャでとか16ビートのチャで弾きましょうとか私よく言うんですけど、そのチャについてなんですけれどもですね、イベントなど、ガズレレやってる人によく会ってよく聞かれる質問が、チャが気持ちよくできない、どうもうまくいかないんですっていう声がちょっと多いので、今回の動画はチャがうまくできるようになるヒントになるかもしれないよ、こんな動画をアップロードしてみたいと思います。まずウクレレのことを何が何だか分かんない方、ここのリンク行ってくださいね。ウクレレ本当に楽しくできますので、ここの初心者レッスンというところでジャンプして動画をいろいろ見ていただくとすぐ弾けるようになりますという、ちょっといつものパターンをこう掘り込みつつ、早速そのチャに行こうと思うんですけど、8ビートのチャとか16ビートのチャってこうですよ。まず8ビートのチャからやってみますけど、これのことをチャって言ってるわけですからね。16ビートはこうです。これ気持ちいいんですよ。チャッチャッチャッ、もう打楽器ですから、チャッね。で、どうもこれうまくいかないっていう人に、一個ですね、ダイナミックな考え方を、ダイナミックに考え方を変えることをちょっと提案したいんですけど、まるっきり今までのことを忘れてください。いいですか？いいですか？いいですか？で、まあ、ウクレレこうありますね。で、ウクレレって弦がこっちから1弦、2弦、3弦、4弦ですよ。この4弦にご注目です。4弦に。4弦の上のところね、ここのスペースに、この、ここの指、3本指見てください。右手ね。人差し指と中指と薬指の3つの指、小指はフリーにしといていいです。の、この、爪。人差し指、中指、薬指の爪をね、こうやって揃えて、なんと、この、さっき出てきたこのウクレレの弦のね、4弦の上にこうやってやってください。ここ爪当たってんですよ、よく見ると。こんな感じですよ。見えるかな？ちょっと。ね、弦細いから見えづらいけど、こんな風にします。小指はもうあのフリーにしといていいですよ。で、こっからご注目です。いいですか？このままですね、こうなってるでしょ？わかった？この3つ、人差し指と薬指と中指を4弦に当てといて、このままこう開いて潰すんですね、ここで。こうです。これなんです。物理的にはっていうか、この理論なんですよね。そこにね、手首の振りとかって、ここの段階では関係ないじゃないですか。それで、こうですね。で、チャとやった後って、これおまけが絶対ついてくるんですけど、チャの後って絶対戻すんですね。アップで戻すでしょ。その時に、こうやって弾いたら、このままこう戻す。ちょっと角度変えると、チャとやったら、こう戻す。はい。で、これを交互にやると、スカビートになります。この感覚をストロークの中に取り込むというイメージです、イメージ。そうすると、かっこ悪いですよ。そうこうなるじゃないですか。はい。で、8ビートでやろうとすると、だいぶちょっと見た感じおかしいですけど、あんまり気にしなくていいです。まず、あ、こういう風にチャってなるんだなって、この感覚ですよ。こう潰す。で、潰したらそのまんま引っ張って鳴らす。で、ガズさんの YouTube よく見てる方、右手のね、親指がいつもここに止まってますねっていう、私もね、人に言われて気づいたんですけど、ここの親指止まってるの、これヒントがあるんですよ。こう、ほら。それを意識しながら、手首を柔らかく使ってストロークに入れていくと、こんなイメージですよね。だから、皆さん、こういうイメージでチャをやると、角度がまずおかしいじゃない。こっちに行っちゃうじゃない。だから、ちょっとこういうことかって分かると、その中間ぐらいのところでこう、スパッとこう、いける。この音気持ちいいですか？この音は出るんですよ。不思議なもんで、これ。ほら。これを入れていく。チャッツ、チャッ。だから、この角度が最初これで練習しといてね、だんだんこういう風になってくるっていうイメージかな、この8ビートとか16ビートのこの振り子の中でね、この振り子の中でチャを入れたいわけだから、ここで振り子やってて急にコッと角度変わったらちょっとおかしなことになっちゃうから、これはじゃちょっと嫌でしょ。だからこれが自然に交わる感じがいいと思う。だからこれがこういう、これが結構使うんだよね。こういう風に、なんていうの、
手首も使って、まあ、肘はね、そんなにガズレレの場合使うってことはないですけど、まあ、ある程度こう4つのリズムを取るときは肘でリズムを取り、手首がやっぱり中心になる。よく言うね、こうやってね、ダラ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 するのがいいと。そしてしかも、ここも使うんですよね。この、これも。だから、そりゃもう、だからこう、16ビートも早くできて、もうできるわけですから。ほら、ここだけで弾いてるようなふうに思ってもらっても、16ビートの速いやつなんていうのは大丈夫かなって感じがします。ここですよ、ここ。なんかすごいね、こう、ブレイクダンスみたいです。いや、こういうやつね、こういうやつ。なんで、まずはさ、やっぱさっきも言ったように、これでこの感覚をつかんでください。で、これができるんだったら今度。で、低い位置だけど、この辺がいいからね。だからここ、このウクレレをここにフレットを打ってないっていうのもあるんですけど、こんな感じの意味です。これが何かヒントになればと思います。はい。一個の考え方をちょっとね、変革させる。はい。今までのこの、こういう角度のイメージの中でやると、チャワでちょっとやりづらいんで、それ一回忘れて、これで、引っ張る。縦で、そのままいってやってみる。これをだんだんこの手首の柔らかさとミクスチャーさせていくというイメージでチャレンジしてみるのがいいと思います。夏休み中に、できるようになるかな。まあ、チャができると、とにかく気持ちがいいでございまして、やっぱりこうリズムが体の中にスポーンと入ってくるね、感覚、皆さんにも得得していただきたいです。やっぱりね、ビート感がやっぱ気持ちがいいところですから、楽しんで音楽やりましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレ、このウクレレ、小さいウクレレ1本で全国を回っていたりとかですね、いろんな本出してたりとか、いろんな最新情報あります。この後ちょっとご案内動画しつけときますんで、まあ見てください。あ、ブログとか書いてますんでね、読んでくださいね。よろしくお願いします。さあ、ありがとうございました。じゃあご案内動画、どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず、東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週、9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます、今年の夏は。夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのはね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい。で、ウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると、私のね、話を聞きながらやるとね、もう本当にね、楽しくなります。本当これはね、来た方がいいですよ。もうこの先のね、音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい。でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと、本いろいろ出します。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん、こういうの本もね、いっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今、動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、ホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さん、ホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日、素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。